初代モーニントン男爵初代、モーニントン男爵リチャード・ウェズリー、1690年1758年1月31日は、アイルランド王国の政治家、貴族、1729年から1746年まで、アイルランド庶民院議員を務めた。ヘンリー・コリーとメアリー・アッシャーのムツとして、1690年に生まれた。家庭教師の指導を受けた後、 1706年にダブリン大学トリニティカレッジに入学、1711年に BA の学位を、1714年に MA の学位を習得した。1713年にキングスホスピタルの監査官及び記録事務官に任命され、1725年に同病院に関する著作アカウントオブザ・ファンデーション・オブザ・ロイヤル・ホスピタル、オブ・キング・チャールズ2。 ニアダブリン4リリーフメンテナンスオブアンティアントメイムドオフィサーズソルジャーズオブザーアミーオブアイルランドを出版した。その後、1732年に同病院の理事に任命され、1758年に死去するまで務めた。1723年に兄ヘンリーが死去すると、課長としてキルデア県での領地を継承したが、父が 遺言状で娘にも多額の遺産を残したため、リチャードが継承した領地の価値はそれほど大きくなかった。1728年9月23日、いとこにあたるギャレット・ウェズリーの遺産である、ミーズ県の弾丸城とモーニントンの辞書を継承、議会立法を経て、同年11月15日より聖をウェズリーに改めた。1729年から1746年まで、 トリム選挙区の代表としてアイルランド庶民委員議員を務め、議会では合計で52の委員会の委員を務め、トリム選挙区の利益を追求した。1746年7月9日にアイルランド貴族であるミーズ県におけるモーニントン男爵に除され、同年10月6日にアイルランド貴族委員議員に就任した。1734年、ミーズ県長官を務めた。 1758年1月31日に、ダブリンのグラフトンストリートにある自宅で死去、息子ギャレットが借位を継承した。弾丸城に多くの資金を投じたが、息子が遺産を継承した時点でも、年収8000ポンドを得られるほどの資産だった。1719年12月23日、エリザベスセールと結婚、一丸二条を設けた。自である城の改築、 増築に多額の資金を投じ、友人をたびたび自定に招待した。オックスフォード英国人名辞典はウェズリーにとってアイルランド庶民院議員がただの副業であると評し、ウェズリー家の友人メアリー・ディレニーは1731年に弾丸城に招かれた後、自身の日記でウェズリーを高く評価し、自身の富を周りの人を喜ばせるための手段としか見ていないと記した。 ありがとうございます。